線競争第8レースが始まりました。峰竜太が4号艇で登場となっています。対戦の6名は1号艇広島の山口雄太、2号艇佐賀の熊本栄一、3号艇広島の永田義弘、4号艇佐賀の峰竜太、5号艇兵庫の広瀬正幸、6号艇大阪の伊藤義智です。ホーム強い追い風、このレースも安定盤をつけて行います。スタート展示ではいち早く動いてのインドリでした1号艇の山口雄太ですが、ここはピット離れ互角から1コースとなっていきそうです。今日はオープニングの1レース以外はすべて1号艇が勝利していますが、陰線です。1号艇山口雄太、2コースが2号艇の熊本栄一、3コース3号艇の永田義弘です。そして4号艇で登場、峰竜太。唐津は先月優勝したばかり、早速整備を行いまして、注目の初戦は4コースから、展示タイムは1番時計をマークしています。5コース5号艇の広瀬正幸、6コースに6号艇の伊藤義智。体型は3対3に分かれまして、並びは枠なりです。予選競争の第8レース、進入コースはインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。3秒前スタートしました。センターから3号艇、4号艇、好スタート。1号艇からインから山口も出ていきながら、まずは1号艇の山口がインから回って狭いところ、まくり差し狙っていきます。4号艇の峰、その内側からは2号艇の熊本、さらには5号艇の広瀬も差しています。さあここは2コースからの差しで2号艇の熊本、その内迫る5号艇の広瀬、アウトから4番と1番、スタートは前提正常でした。先回るのは5号艇の広瀬、4号艇の峰が全速ターンで続く、その内側から2号艇の熊本が回ってきまして、先頭は3艇の接戦、2号艇の熊本、真ん中に5号艇の広瀬、アウトから4号艇の峰。さあ先頭争い3者となっていますが、誰が抜け出してくるか。2周の1マークは2号艇の熊本が今度はコーナー先取る、外を行きます。4号艇の峰に続いて5号艇の広瀬に、先頭は2号艇の熊本栄一がもう一度前へ出てきます。2艇身のリード、2号艇の熊本、4号艇の峰が2番手で追いかけて、3番手5号艇の広瀬、2マークトップで2号艇の熊本が回って、ここも外を回して続く4号艇の峰ですが、先頭は2号艇です、熊本栄一。追走2番手が4号艇の峰竜太、3番手は離れて5号艇広瀬正幸、体型は2番、4番、5番。最終周回1マーク、先頭は2号艇の熊本、続いて4号艇の峰、ここは内をついていきます。先頭2号艇の熊本に諦めずに追いかけています。4号艇の峰が一定審査、さあ先頭キープなるか。2号艇の熊本ですが、内側に入りました。4号艇の峰、さあラストターンマーク、先に回るのは4号艇の峰、2号艇の熊本外を行きますが、ここは大逆転、先頭は4号艇の峰、2番手2号艇熊本、3番手が5号艇の広瀬、先頭4番が五輪、2番五輪、5番五輪、6番、1番、5塁、3番、5塁です。